ことを第一に考えてもやりたいことやって綺麗なお花を見せられたらいいなって思います。勝ち負けにこだわらずにみんなに楽しんでもらえるようにお花をいけたいと思います。チームマーガレット花を見て幸せな気持ちになっていただけるような作品を私たちもそうですしみんなで作っていきたいと思っています。緊張してるんですけど自分たちが満足できる花を5分間で一生懸命いけたいです。全国高校生花いけバトルディズニー公演杯2019最後の一戦となりました。それでは参りましょう。レディースタートいたしました。最後のこの地方戦です。さあこのまず今村が、このまままずは十国手に戻ってまいります。十国手に取り戻ります。真っ赤なお花、さらには香川県産オリーブ、それを手に取り戻ってまいります。戻ってまいりました貫本凪。このチームマーガレットは1年生コンビでございます。そして対する池原潮流は3年生コンビ、1年生コンビ対3年生コンビという形になりました。竹を横毎日文字に配置してまいります。選ぶりを見ます。藤本凪はこのまま選ぶりを見ました。1本入れた。ダイナミックに決まるこのオリーブの選び、地元香川県坂出さんでございます。そして同じくですね、先ほど深澤玲奈も使いましたグロリオサ、このグロリオサを一気に右側に入れてまいります。シルバーの着色課題で、まとめてき、ましたのが左側の今村君でございます。さあ今村君が着色課題で、まとめてまい、りました。ここに香川県産黄色の靴が入ります。さあ黄色で攻める、一方の赤色で入れてまいりますのが藤本凪。その藤本凪、今度は青色のデルフィニウムに取ります。赤にデルフィニウムを混ぜようというその狙いだ。今村が今度は紫色の戦闘機以上一瞬戸惑う。さあ階段立ち止まりました。立ち止まってドラセナを手に取ります。さあドラセナ手に取り戻ります。ここでグリーンを合わせていこう。さあこのドラセナがこうやって入ってくる、同じ構成です。同じ構成。さあ大きなダリアが生けられてまいります。ダリアが生けられていくのが藤本凪だ。ダリアが生ける。さあそして、このドラセナを生けていくのが今村。そしてそのドラセナの次には紫色のトルコギット。残す時間はあと2分。第3回全国高校生花いけバトル93校187チーム374名、この頂点をかけた争い、もうビクトリーロードはまさにこの目の前だ。ビクトリーロードを駆け抜けることができるのは広島市立元町高校学校チーム池原潮流か、あたまた現役将軍様高校学校チームマーガレットか。さあそれぞれが思いを込め勢いを込め、まさにこの花いけ全力で駆け抜ける5分間で開催。いくぞ広島、ここで刃物が登場。まさに調和を図っていく池原潮流、全体の調和を完璧と図ってまいります。極楽鳥花手に取り戻ります。極楽鳥花を手に取り戻りました。残り時間がもう間もなく30秒となります。
ここから一気に最後完成へと駆け抜けます。30秒まで完成へと向かっていく。ここで藤本が手に取りましたのが割れの子。さあ最後に割れの子だ。アキュを感じる割れの子、これを受けていく一方の今村の15秒前極楽町から、極楽町から最後に飛んで羽ばたいて、そんな思いがこの極楽町から加わった97チーム374名、高校生たちがこの5分間の高校生花いけバトルに参加し、いろいろな場面を体験していました。初見面に行きたい、絶対に勝ちたい、自分らしく花を生けたい、いろいろな思いがそれぞれの場面でたくさんあった。そんな第3回全国高校生花いけバトルの大会であったように思います。第3回全国高校生花いけバトル立林講演会、この立林講演会を手にするのは広島市立元町高等学校か、田園調布幅高等学校か、それぞれが本当に一生懸命力を出し切る花いけの5分間であったようにそれでは、赤コーナー、広島市立元町高等学校、チーム、いけばな潮流、今村日比のスコアは、250ポイント対しました、青コーナー、田園調布深場高等学校チーム、マーガレット藤本凪のスコアは252ポイント4点、合計得点は484対426ポイント。赤、広島市立元町高等学校が見事な優勝、立林講演杯を手にすることとなりました。っていう風に思える時間を過ごすことができて本当に充実してて良かったです。決勝戦の時が一番楽しくて作品にも満足できたのでとてもいい大会でした。短い時間の中で自分の精一杯の実力を発揮できる最高の時間だと思っています。日頃お母さんとか学校の先生とか私を支えてくださっている方に作品という形で感謝を伝えられるのではないかっていう考えているものです。5分間の花いけきらめきってそういうのがあったなって思います。自分のやりたいようにできたし、皆さんを楽しませることができたかなと思うので悔いはありません。楽しかったです。